踊り子号の運転がございます。こちら模型時刻で14時30分頃に伊豆急線内の伊東駅で交換をいたします。今回再現するダイヤはおよそ10年ほど前に時を戻しまして2012年前後のダイヤを再現いたします。当時は特急列車スーパービュー踊り子号や185系電車による特急踊り子号、また朝や夕方には湘南ライナー、おはようライナー新宿、ホームライナー小田原など多彩な車種によるさまざまな列車が運行されていました。さらには現在東京駅のこちらは7番線に停車をしておりますが、 JR 東海の373系電車が1日1往復東京駅まで乗り入れていました。2012年3月まで乗り入れていましたが、今回はその頃の再現ということでこちらも再現しております。模型の時刻は間もなく三時を過ぎまして4時に向かっているところです。3時50分になりますと熱海のトンネルの先、東海方面から寝台特急サンライズ瀬戸出雲号東京行きが発車いたします。こちらは10年前も今も変わらず、現在となっては日本に残る唯一の定期寝台特急列車となりましたが、こちらも再現しております。この上りのサンライズ瀬戸出雲号ですが、途中の小田原駅から二宮と藤沢の間、現実の場所でいうと茅ヶ崎付近まで貨物線と呼ばれる、お客様から向かって東海道線の線路のさらに奥にある線路を走ってまいります。これは現在までも続く運転経路で、東海道線上りの朝ラッシュと服装をしないよう貨物線を活用しながら列車を東京まで進めていきます。それでは東京駅7番線から出発いたします373系電車が今東京駅から発車していくところです。7番線から普通静岡行き始発列車が発車します。7番線ドアが閉まります。ご注意ください。東京駅から373系電車による普通静岡行きが発車をいたしました。当時は東京駅の始発列車として東京から静岡まで各駅に停まる列車として373系9両編成の電車が走っていました。かつて青春18切符などで名古屋関西方面を目指された方はお世話になった方も多いのではないでしょうか。上りのサンライズ瀬戸出雲号は今小田原駅を通過しまして貨物線へと入ってまいります。隣を走る東海道線の普通始発列車の東京行きと並んで走っているところがご覧いただいていると思いますが、この先藤沢から先はサンライズ瀬戸出雲号が旅客船に戻りまして東京まで先に走るというダイヤになっております。続きまして熱海駅からは回送列車が発車していきます。251系スーパービュー踊り子でおなじみの車両ですが、朝は、おはようライナー新宿号として貨物線を経由し新宿駅まで走っていきました。およそ10年ほど前の東海道線の一日を再現しております。オレンジと緑色、いわゆる湘南ブロックカラーに塗られた185系電車や251系スーパービュー踊り子号の車両、さらには373系電車が今小田原駅で集結をしております。この先東京方面へ通勤されるお客様を乗せる湘南ライナー、おはようライナー新宿号は251系のおはようライナー新宿号、185系による湘南ライナー2号東京行き、それから215系オール2階建ての電車によります湘南ライナー14号東京行きが3本運転をいたします。現在模型の時刻は間もなく朝の7時になろうとしているところです。朝の通勤ラッシュの時間を迎えまして上り列車の運転がピークを迎えています。その合間を縫うように有料の着席保証列車湘南ライナーが今3本
それぞれ東京方面へと向かっているところです。その岡山ライナー新宿号と今二宮駅付近ですれ違いましたのは、少し懐かしい湘南色の電車211系です。現在 JR 東日本の管内では長野地区でのみ活躍をしておりますが、失礼しました、長野地区および高崎地区で活躍をしておりますが、10年ほど前を振り返りますと、このように東海道線などといった主要な幹線でもまだまだ活躍をしておりました。あれが湘南新あ湘南ライナー発送と進行、時刻よし、発車5分、次、新宿停車。東京駅と横浜駅の間にあります、品川付近、名前で言いますと、田町車両センターに、サンライズエクスプレスで使用された車両が入ってきました。サンライズエクスプレスに乗務していた運転手はこの後、隣に停車しています251系に乗り換えまして、この後東京駅まで電車を回送させ、東京駅からは10時ちょうど特急スーパービュー踊り子1号伊豆急下田駅として下田方面へと乗務してまいります。少し東海道方面の話をしすぎましたので、伊豆急方面も少し見てみましょう。現在伊豆急線では川奈駅を出発しました8000系の電車、普通伊豆急下田行きです。この電車が終点の伊豆急下田に到着をしますと、それと入れ替わりで10時ちょうど発特急踊り子104号東京行きが発車をします。伊東駅から発車して、熱海方面、現在トンネルをくぐっております電車、伊豆急行の2100系電車です。10年ほど前はまだこのようなオリジナルカラー、赤と青の色が象徴的な、この塗装で運行をされておりました。現在では2100系電車、いわゆる金目電車や黒船電車などと走っていることでおなじみですが、この頃はこのような塗装で走っていました。それでは東京方面と話を戻しまして、現在多摩地車両センターに成田エクスプレスでおなじみの E259 系の電車が停車しているのがご覧いただけますでしょうか。この電車はこの後東京駅から特急マリンエクスプレス踊り子号伊豆急下田駅として運転をする車両です。本日はこのマリンエクスプレス踊り子号に加えまして、伊豆急線方面からも特急リゾート踊り子号を運転いたしまして、10年ほど前に走っておりました踊り子号の少し変わった列車たちもご覧いただけます。伊豆高原駅には185系によります特急踊り子号が入って